ヘルクレスザ愛称銀河はヘルクレス座にある Y 小シ大銀河である。2006年にスローンデジタルスカイサーベイのデータから発見された。太陽から約14万パーセクに位置し、約微速45キロメートルの速度で遠ざかっている。かなり細長く、高度が半分になる半径は約350%パーセクである。この細長い形は、 銀河系から潮積力を受けているためであり、つまり、ヘルクレスザー相性銀河は、現在潮積崩壊の過程にある。この銀河では、銀河を横断するように、どの勾配があり、暗い構成ストリームの中に埋め込まれている。ヘルクレスザー相相銀河は、銀河系の共銀河で最も小さく暗いものの一つであり、高度は、太陽高度の約3万倍で、 典型的な球状星団に匹敵する程度である。しかし、質量は約700万太陽質量であり、この銀河の質量高度比は約330となる。この高い質量高度比は、ヘルクレスザー衣銀河が暗黒物質に占められていることを意味する。ヘルクレスザー衣銀河の構成には120億歳以上の古いものが多い。 これらの構成の金属量は FEH イコールマイナス2.58とプラスマイナス0.51と低く、重本素の量が少なくとも太陽の400分の1以下であることを示している。ヘルクレスザ愛称銀河の構成はおそらく宇宙で最初に形成された構成の一部である。現在、この銀河では星形成は行われていない。また、 これまで中性水素原子は検出されておらず、存在するとしても上限は466太陽、質量である。別の文献では、半径は約230%されている。別の文献では、絶対等級は約マイナス5.3とされる。このような暗い銀河の質量を推定するのは、全面に存在する物質の影響を受けるため、難しい。 2009年の論文では、高度が半分になるまでの質量の加減として、約200万太陽質量、を、433光年以内の質量の加減が約400万太陽質量という値が示された。別の文献では、金属量は約マイナス2.3とされる。ありがとうございます。